バーキラシン、ムスリム名は、イブラヒム、損傷はウィカーヤ・トゥラー。信代のイスラム教の学者。スーフィズムの一派ジャフリー教団の創設者。監縮小仙金出身。幼い頃に家族を失い、おじに養われていた。6歳より、モスクでアラビア語を学び、1728年におじに、連れられて、メッカ巡礼に向かった。 しかし東トルキスタンでおじとはぐれたが、彼を保護した老人の行為で、イエメンに送られ、ザビードで、ムハンマドプルシナについて、スーフィズムを学ぶことができた。1744年、ブハラカシュガルヤルカンドを経由してカワ州に到着した。帰国した、バー・アキラシンは、順化で、ジャフリーの布教に努めた。ジャフリーは、 伏せは貧しい人のために使われるべきで、アホンの独占物ではない、狂犬は世襲すべきではない、などと解いて貧しい民衆からの支持を集めた。しかしそのため、フフィー教団との対立を招き、1762年に、フフィーアから、邪教と告発され、バーキラシンは、カワに逃れた。バーキラシンが去った後の順化のジャフリー教団は、 弟子の祖43が指導していたが、1781年に発生したジャフリーとフフィーとの間の武力衝突をきっかけに成長に対して放棄した。監宿不正史王帝さんはバーキラシンを捕らえ、乱州に連行したため、祖43軍は乱州を包囲して釈放を迫ったが、3月27日、王帝さんはバーキラシンを城壁の上で処刑した。 その後、金佐大臣、アグイラの援軍が乱州に到着し、激戦の末、6月15日に、ソ43は戦死した。その後、ジャフリーの人々は、徹底的な弾圧を受けたが、多くの人が、密かに信仰を守り続けた。ありがとうございます。